世界の昔話、美味しいおかゆ。むかしむかし、ある町にとても貧乏な家がありました。住んでいるのは心の優しい女の子とお母さんの二人です。ある日のこと、この家には食べるものがもう何もなくなってしまいました。困ったわね。すまないが、森へ行って木の実を拾ってきておくれ。女の子はお母さんに言われて森へ木の実を拾いに行きました。すると一人のおばあさんが現れて尋ねました。おいや、こんな森の中に一人で来るなんてどうしたんだい？家には食べるものが何もないので、木の実を拾いに来ました。そうかい、それは感心だね。じゃあ、おばあさんが良いものをあげよう。そう言って、おばあさんは女の子に古ぼけたお鍋をくれました。それはとても不思議なお鍋でした。お鍋に向かって、お鍋よ、逃げろと言うと、暖かくておいしいおかゆが自然に出てきて、お鍋よ、止まれというまでおかゆは出てくるのです。おかげで女の子もお母さんもお腹が空いて困ることはなくなりました。ある日、女の子が隣の町へ出かけた後で、お母さんはおかゆが食べたくなりました。そこで女の子の真似をして、お鍋よ、煮えろと言ってみました。すると、お鍋はちゃんとおかゆを作ってくれました。ところがお母さんは、おかゆの止め方を知らなかったのです。お鍋よ、もういらないよ。お腹はいっぱいだよ。いくらお母さんがそう言っても、おかゆはどんどん煮えて、お鍋からあふれ出しました。やがて、おかゆは台所からあふれ出ると、家中をいっぱいにして、とうとう家の外へ流れ出しました。それでもおかゆは止まりません。隣の家も、その隣の家も、そのまた隣の家も、とうとう町中がおかゆだらけになってしまい、町の人たちもみんなおかゆに流されてゆきます。そして、おかゆが町外れまで来たとき、隣の町から女の子が帰ってきました。女の子はびっくりして言いました。お鍋よ、止まれ！やっとおかゆは止まりました。その後、町の人たちは町中にあふれているおかゆを少しずつ食べながら自分の家へ帰っていったそうです。使い方を知らないものを勝手に使うと、とんでもないことになるというお話でした。おしまい。